心配しないでね、有村霞ほっそり姿でファン投稿後の高橋海人との破局報道、海の始まり。出演中、安心してドラマ見られなくなったの声のわけ交際が報じられていた俳優の有村架純、31、とキングプリンスの高橋海人、25が破局していたと。7月8日早朝配信のウェブ版、女性自身が報じた。 有村と高橋は2020年放送のドラマ、姉ちゃんの恋人、関テレフジテレビ系、で指定役を演じたことをきっかけに急接近。ドラマの撮影終了後、交際に発展したと2023年12月、女性セブン小学館に報じられていた。当初は互いのマンションを行き来していたものの、次第に二人とも相手の自宅に通う暇すらなくなるほど多忙な売れっ子に。 少しでも会う時間を確保するため、2022年冬に高橋が有村と同じマンションに引っ越したという。有村の所属事務所は、ドラマの共演以来、仲良くさせていただいていると聞いております。と、高橋の事務所は、ドラマで共演をして以来、仲良くさせていただいている先輩だと聞いております。と回答。双方とも交際を否定してはいなかった。 ドラマ、海の始まり、本編でも、有村のほっそりぶりは感じられ、激痩せを指摘する声が上がっていた。一連の声を受けてだろう。有村は7月5日にインスタグラムを更新し、日々作品に向き合っていく中で、消費カロリーが多いもので、小食事は自分のペースでとっているので、心配しないでね、ごめんね。気にかけてくれてありがとうございます。 と痩せた理由を明かしていた。この投稿に痩せたとの報道があったけどこうして報告してくださって安心しました。と安堵するコメントが多く寄せられましたが、その投稿のほっそりとした有村さんの姿にも心配の声が上がっていましたね。売れっ子ゆえの多忙に加え、やはり高橋さんとの破局の辛労があるのなら、ファンでなくても少し心配になってしまいますね。 そんな中で、高橋さんとの破局報道を受け、今度は、海の始まりを素直に楽しめなくなってしまったという意見も上がっています。前室のワイドショー関係者、X には、有村架純がアマと別れただっと、安心してドラマ見られなくなったんだが、あれ有村架純ちゃんと高橋海人君破局そうなんだ。 メメと熱愛とかやめて。そうだ、有村架純、み。ちゃんと付き合ってたんだでも破局したってことは、ワンチャンメメ狙われる説ある。といった声が寄せられている。海の始まりで、有村さんがメグロさんの恋人役を演じていることもあり、こういった意見も出てしまっているんでしょう。ただ、報道通り高橋さんと破局していたとしても、 有村さんは、目黒さんと同じ事務所所属の高橋さんと3年にわたって交際してきた。わけで、それですぐに目黒さんとどうこうなるなんてことはありえないでしょうね。そんなことになれば、今後の芸能活動は非常にやりにくくなりますし、相手は女性ファンを多く抱えるスタート者のタレントで、有村さんの事務所サイドとしても絶対 NG のはず。常識的に考えればまずない話ですが、 有村さんは当然ながらモテるでしょうから、目黒さんのファンは心配になってしまうんでしょうね。全道有村と高橋の破局報道を受け、一部の目黒ファンはスタートしたばかりの海の始まりをもやもやしつつ見ることになってしまうのかもしれない。痩せたのではないかという指摘に、有村はインスタで日々作品に向き合っていく中で、消費カロリーが多いもので、 小食事は自分のペースでとっているので心配しないでねごめんね。気にかけてくれてありがとうございます。とアンサーし、ファンをアンドさせた。